流れてんどう沼津。お、今日は沼津です。腰痛で回してる。YouTube ね。沼津はやっぱこの壁がいいですよね。ああ、この壁独特だよな。ストライク。うん、わかるわかる。大宮と同じ素材。じゃあ沼津の良さじゃない。大宮の良さをここでも見れるっていうね。確かに。大宮に来た気になれるよな、うん、大宮に来た気になる。あのだから島のドイツ村とかの感じです。東京ドイツ村とかも。沼津にいながら、ね、大宮の気分を感じられる。嬉しいね。嬉しい。何を伝えた YouTube なの。 YouTube? 四つ目じゃないのこれ。小田彦さんこれは何を伝えたい YouTube この時間もう YouTube コンサルする小田彦さん、ね、ちょうど14時ぐらいですけど今日は1本2本3本ありまして今2本目今が1本2本目今日は3本満足バーです。いつもより満足ね。なので1公演目大丈夫だった流れて。1公演目、うん、サコリッチの悩み相談室。サコリッチの悩み相談室でさ、はい、大丈夫だったかあんな。いや全然ダメでしたよ。本当だよなお前、うん、まずまず僕とヤスさんが、うん、2人とも火星人だったってことがまず占いやってたこととか知らねえから占いライブだったんだって俺ライブ中にしたんだからサコリッチさん。いや占いライブじゃない。びっくりしたんですか。解決するライブだから突然六星戦術が発表されて火星人マイナス。僕とヤスさんが同じ星の生まれ火星人だということが発覚してやめてくださいよ。なんでやめてください。テラフォーマーズじゃないですか僕たちも、うん、ゴキブリ扱いしないでくださいよ。本当だよ。そんなこと言ってないんだけどね俺も。中野ティンばっかりゴキブリ扱いして相性は良くないって言われてた良くないからこそ、ね、はい、我々の努力で歩み寄れるということですよ。そうですよ、うん、まあ、ていうかまあね、あの相性がいいからいいってわけじゃないですから、ま、そうそうそう。同じだと相性が、うん、同じ相性がいい人たちもいるんですか。いるいる。あ、いるのかい。それはいる、いる方がいる。まあ、双子とかそうですもんね結局。あ、そうだね。同じになっちゃいますもんね。あとなんか運勢が基本一緒なんで、うん、いい時は2倍いいし、うん、悪い時は2倍悪いみたいな。そう、すごいなんかあれみたいだな、ブラックジャック、カジノの。あ、カジノのね。ダブルアップだ。すみません、違法カジノにね。違法じゃねえから。してるんですよ。あ、そうなんだ。違法じゃねえから怖いな、ね、色々怖いし常勤してるんですよ。常勤ってなんだよ。してないですよ。でアミューズメントカジノね、昔ね。あ、昔ね、のディーラーへお金かけないとこね、あのやってたんですよね。そうそう、やって、え、店員ってこと。ディーラーみたいな。そうなの。はい、すごっ。手先器用なんだね、じゃあそうっすね。配ればでも全然何もできてなかったです。あのもうルーレットとか、うん、なんかこうやって球回すんですけど、うん、こうやって球入れてました俺だけ。あ、はいはい、ちょっとダサいね。あ、だい、信じられないですこれ。なんかなんだろう、芸人で言ったらどうもーってあの漫才師がセンターマイクの前に来てで客席に座るぐらい変なことしますめっちゃ変です。あのこうやって投げるディーラー、ただその会によってはめっちゃウケるそうだからお客さんによってはすごいあの気に入られますけど。可愛がられる。だってあれもうプロの人とかマジでもうそう狙えるって言いますもんね。ね。そうね。ああそうか。そうそうそう。やっぱ違法カジノだからそういかせます。違法じゃねえって。違法じゃなかったから。磁石を駆使してるから。違法じゃねえかそれ。ボタン押してお願いします。あ、もう5分前かな。早っ。15分前じゃないですか。15分前か。そうです。でだってヤスさんあの、うん、アミューズメントカジノに来る、あのセレブたちをもてなす必殺ギャグありますもんね、うん、あ、そうそうそう、流れて持ってる。何それ。あ、じゃあカジノに来たセレブだとして、うん、あのまあ、一応じゃあルーレットなんで、はい、あのここに僕回すんで、はいはいはい、あのチップをたくさんかけてもらって。なるほどね。ここにパッてやろうって、はい、お願いします、はい。
まあ、チップかけてください。待ってるんで。じゃあ赤、はい、いっぱいかけて大丈夫ですよ。いっぱいかけて。はい、です。あ、じゃあこれ全部いこう。出まーす。あー、残念、黒でした。失礼します。カニさーん。カニみたいにチップ運ぶなよ。これは、これ受ける受ける爆受け。本当に外れてんだよ。外れてます。煽られてる。めっちゃ腹立つと思うんだけど。めっちゃ腹立つと思うんだけどな。まあでもセレブだから余裕があるからいいのかな。金かけてないよ。ああ、そうかそうか。なるほど。楽しければ何でも覚えていい。だからいいの。これを覚えてから世界変わりました。世界変わった。そんなになんだ。元の世界ちっちゃい。結構タロットとかやらないんですか。タロットとか。あ、タロットとかやらない。本当丸暗記してるっていうだけの話だ。全然違うんですか、六星占術とタロット。タロットはね、多分本当にあれ、はい、意味不明というか、はい、本当にその場にあったものを引くじゃんか。そうですね、確かに。あれ本当によくわかんないんだ。でもそのあとアポロン山崎とかさ、はいはい、に何回もタロットやってもらったんだけど、はい、本当あれすごくて、本当にその今自分が悩んでることをカード引いちゃうの本当に。で、いやもうアポロンも、いやこれ本当わかんないですけど、もう絶対そうなるんですよねって言ってるぐらい。すごいな。すごい、これすごい。あ、タロットはすごい。タロットも見たいですよね、まずね。今日はだって太田プロ縛りじゃないですか。縛りって、うん、太田プロからたくさん。今日ね、サスライラビーさんとストレッチさんと名古屋さんがね、うんうん、もう吉本の数の方が少ないですよ。はい、ネタやる数で言うとすごいですね。これ桜井さんがありますか。ん、桜井さんがこういうライブ仕上げて。あ、いや、これはね、支配人。太田プロか、珍しい。探検しに行く。この探検してみます。あ、いいじゃん。ボコリに行きます。ボコリヘコリに。こんなとこぼれちゃった。でもすごいな。いや、沼津はお弁当がいっぱいありますからね。え、これ何まんじゅうって読むの。これ流れてる。これマジで読めない。え、これ何まんじゅう。不まんじゅうじゃないですか。へぇ、不まんじゅうだったんですか、これ。沼津のサコリさん、不まんじゅうだね。へぇ、よく読めたの。漢字は普段。そう、和田まんじゅうさんの旧姓ね。そうなの。違う。あ、ちゃんと。俺もう今何もわかんないもん。不満中。あ、こっちにね。あっち寝てたからさ、寝てる人、今そこでしゅんさん寝てたから、寝てる人に対してのやつだから。いなくなった。あれ、歯磨いてたよな、神田さんの。はい、歯磨いてました。あ、いたいた。ほら、磨いてます。シーッ、足音、足音。あ、ほら、やつさん、ん、結構つまんないかも。え、お前が。いや、今30秒間。え、結構つまんなかったかも。お前が。いや、3人とも3人ともつまんなかった。つまんないですか。ずっと滑ってる、滑ってる。一緒に滑ってる、一緒に滑ってる。あれか、あれ、関東さん、やつさん、結構つまんないかも。え、何人？三人。あ、三人。俺半分だよ。あ、見て、滑ってる。一緒に滑ってる。何がいいんだよ。一緒に滑ってる。それだよもう。こっちでしゅんさんやってるから。怖かった今、この顔を聞いたけど。
すいません、アイス探偵って呼びましたよ。アイスタンデーってよかったな。全部ひっくるめてアイスタンデーって言われました。よかった、はい、愛された。またどんどん探検していこう。はい、一旦終了だ。